ポールの留めですね、また改良してみましたので、サポートから、サポート外してみたいと思います。これがスリーブ状のもの、あ、ちょっと弱いですね。サポートっていうか、内部構造を全部ソリッドにして作った方がいいかな、これは。ちょっと弱い感じがします。薄かったですよね。2.5 しかないので。そうだな、これ本当、これ1個で2つ兼ねちゃった方が楽だね、デスパーを作れる。あ、サポートはすごく簡単に取れるし、それからこれはどうだろうな、割れちゃってるかな、割れてますね、結構割れてる割れてる。ちょっとこれは成立しないね、薄すぎて。これ無理です。1個で2つの直径に、ピタッと対応するものを作った方が、良いと思います。難しい、勉強になります。これも設計のミスですね。一組できたので、これがうまくいくのかちょっとやってみましょう。これに、この部分ですね、パチンとはまればいいんですが、あ、はまるのははまるか。はまりますね。はまってしかも、まあ使えるのは使えるか。まあ使えるようにはなるけど、まああんまりかっこよくないな。スマートじゃないな。
これを夏休み中に作ったんですけど、どうも、この、太い部分ですね。これ38ミリ径で、本当は38ミリ径に専用にして作ってしまったんですが、それだとちょっとうまくいかないことの方が多くて、この38のとこよりもこちらにつけたいという時もかなりあるみたいで、それでこちらにもつくような形のものを考えてはみました。なかなか難しいですね、これね。もう上下ひっくり返してつけるしかないかな。そんな感じがします。ただし、この部分に、スクリーンなんかを、ひっつけたいという時にはですね、これ対応しないので、こういう部品を新たに作って、これと交換しようとしています。で、これは10ミリとそれから、6ミリ、M10、M6 のですね、目ネジが切ってあるので、まあ、ここにいくつかの、何種類かのものをひっつけて、まあ、スクリーンとかですね、投影したいときに、こういうことが、まあ、ネジ止めが簡単にできるというものを考えてみました。それから、これこういう向きで上下つくんですけれども、ここに、仮にですね、丸い棒か何かをこう渡したときに、これがくるくる回るのを防ぐときにも、この目ネジが役立って、まあ、ここからボルトで、止めて、回転止めはできるというふうにできるかなというふうに考えています。そんな具合ですね。はい。